お疲れ様スロットです。今日ですね、こちらの強化されましたスケルトンね、はい、使っていこうと思います。で、何が強化されたかと言いますと、こちらね、まあ、見ればね簡単にわかるんですが、はい、さサイクルがね3から2だから4回に1回が3回に1回進化する。で、最大がね、6体に減っちゃったという感じで、まあ、でも限界突破回数が増えたので、まあ事故る要素なんか増える機会がね、まあ増えたって感じ。まあなんですけども、すげえ名前だなあんた。まあどうなるかっていうとこですよね。まあ3回に1回なんで、ちょっと積極的に出していくか。枯渇っぽい顔してんなあんた、ナイトギャングは。さあウッドが回る、後ろか。さあこれで1回目。まあマジアチェ残ってるし、行っちゃう。これもトルネでなんか駆け集めたらみたいなとこない。さあ素晴らしいテスラ、はい、スピで凍らされて、あーいい受けされますね。よいしょ、アイスピ、いや意外と痛いか。さあ、まあスケの限界突破をさせれば、まあそれはすごい幸せなんですけど、まあそんなうまいことね刺さんないんですよね。それがスケルトン、はい、なんだかんだ事故らないっていうのがやっぱスケルトンの、まあ、弱みではあるので、さあまあジェジェでぶち抜いてこうじゃないの。もうこれだけで強い。はい、で近畿道して、はいはいはい、いやー強すぎ。でマシマエプリン、うっ、警戒、素晴らしいスケで2回ですね。次もう3回目なので限界突破できますと。おー嘘やん、よいしょ、いいよ。まあテスラがちょっと残ってんで、もったいない、悪気になっちゃうかもしんないね。遅れてハイスピだけとかでもよかったね。さあネークスト来ました。こいつね、事故ればいいんだよな。まあだからドリルプラススケとか、まあセパレートしてその逆サイ、なんかスケルトンバルキリ連盟とか、まあむずいよね。ウッドで溶けちゃうのでどうしようかなっつって、マジアチャーになんかロケット、ウッド使ったぞおい、これあります。マジである、え、マジで歩くね。あーウッド回るの早いって。強すぎるって。いやしかもこれナイト移動中 HP 高いんでね、80% カットされちゃうけど、まあインフェなら焦げる関係ない。いやースケルトンもう一回1から貯めんのか。3回やって、3回でこれ前のロケット押し3回でぶっ壊れだったぞ。おラッキーで、ギャング咲いたらちょっと削っていきたい。お、あれ美味しいね。さあこれはマジアチが優秀すぎる事件。あーめちゃくちゃいいプリンだなそれ、やばいね。けど本命は、うっうっうっ、マジスケルトン飾りすぎる、やばい、スケルトン弱すぎる。さあ毎回この辺にギャンが来る、ウッドで攻めるがちょっとやばいか、ロケ削りされちまう。おお、あれさあ完封しようとしたけど、てかスケ回んの早い、もう来ました一応ね、一応来たけどみたいな。あれウッドでしばくか、これさちょっとないっすか、え、ちょっとだけない、んーいや、え嘘やん、スケルトン嘘って言ってほしい。さすがに、さすがになんか弱くない。いや3回に1回なんで結構進化するんですけど、進化してるだけみたいとか。いやーちょっと怖くなってくるねダメージ、これ逆もあるしね。いやでもそしたらマジックアーチャーですよ、最強なんですよこれが結局ね。マジスケルトンや、いやでもスケ限界突破来る、マジマジアチャーゲーしたい、マジアチャーしか脳ないです。さあ行くよ、もうマジアチャーです。
で、マジオチュです。はい、マジオチュ。あれ、ちょっと待ってよ。今日の主役はスケルトンなんですよ。いや、どうなんだろうな、むずいな、スケルトン全然刺さる気配がない全然ね。まあ高回転ウッドは嫌ね、嫌ね。そうだから、まあそういう相手を引かないっていうのもね大事かな。まあ基本刺さんないと思っといていいよね。さあ1回目消化して、基本刺さんない。まあ刺さったらラッキーですよね、本当に。そんぐらいのなんか気楽な感じでいく方が大事な気がしてる。さあコウモリ、コウモリって珍しいね。おー、いかつい。メガナイトオールブレイカーか。あー、まだマダコさんだとゴレの線もあるね。残っちゃうかそれ。ケツゴレ来るかな。お、くれんじゃねえ。いや中身わかんないけど、これはいっちゃいたいな、ちょっとだけね。さあガンムシ、あーボンバいんのか、それ強いね。でもこれインフェだからちょっとだけいいっていう。まあ、真ん中コウモリ来るね。それをファイスピーでみたいな。わあ、ダクネ嫌だよな、本気で。でも呪文ないと熱い。いやー、インベントは強すぎる。さあでかいね。まあスケ増殖ちょっとあるんかな、これ。ゴーレムとかもううちゃ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 う、もう気持ち悪いぐらい増えてほしいけど、最大6体だからね、そんな多くはいかないっていう。まあクッションもいらねえな。さあで、まあネクストっていうかボンバーがいるんで、ドリル飛ばすかめっちゃ悩むんですけど、飛ばさなくてもそうだね。無理せず行こう。にゃん、かわいい、ムキムキ。クローンかな、ライトニングかな、わかんねえな、その辺が。まあでもちょっとおしゃんに行こうや。うざくない。いやー、スケルトン弱っ。嘘やん。いやー、ちょっと左が痛いね。ボンバー嫌だね。これ攻めるか。お、まあ一回守る。これライトニングですね。マジであの子に頑張ってほしい。スケドラ一回置いてくる。さあバルキリー頑張れる。いやこれはちょっとチャンスか。痛いね。でもおー、なるほど、完全にね防衛と。いやこれ熱いね。ちょっとでもちょっとあるんじゃない。これうざくない、このスケ。え、スケ増殖ある。マジマジやる、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 マジやる。来た来た来た。あー、すいません。うわー、いやスケ増殖はちょっとあったなマジちょっとね、ほんまにちょっとね。いやトルネでさ綺麗に全部死ぬんだな。なんかはみ出てさ、タイミングよくトルネのダメージがなくなるタイミングでこう死んで復活してみたいな、残ったりするのがある気がすんですけど、わかんねえな、タイミングによるのかな、かないないか。あれなんかでもだいぶね
わちゃ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 してたからあれが気持ちいいんですよね。あんまないんですけどマジであんまないんですけど、でも3回に1回はちょっといい気がするな。3回に1回で8体でもいいんじゃない？運営さんどう？さあ、ユーの人気デッキ的なね、人気やね。さあ、このマジックアーチャーちょっと良くねえか。ユーの金ギドできるかな。よいしょ。さあ、まあ、一旦耐える。お願いマジアチャーだけやめてほしいな。ゴーストは別にみたいなとこない。あ、竹取れてない。痛すぎるこれ。やめてほしい、マジ耐えたい。うっ、痛いね。人技ね、人技か。まあ、ゴースト咲いたらドリルぶっ放して、まあ、マジアチャちょっと強いか。多分柳雨かレイジかウッドカタルーだけど、ロケコ環境で穴雨でロケコがちょっと顔されたから嫌じゃないかもしれないね。あー、でもババは美味しいな正直。まあ一旦呪文確認のためのね、まあ、ファイブはないと思うし、普通にこれは強そう。マジアチャが金ギドできたのもねでかいね正直。この流れはもう蓋していっちゃうで、ヤンキーんにゃー、もうこれが強い。これだけでいい。そんな楽に処理させねえよ。で、これはまあ別にヤナメね、ヤナメでしたね。いや、これドリルスケちょっと見えるな。ヤンキーかな。いや、これババなんで、まず増殖させるぜ。ヤナメ使ったし、はい、無限増殖。あー、それは強いよ、それ強いね、マジ。はい、許容です。さあ、左は許容できて、あ、ババがねちょっとうざいかなこれ。意外とこの攻めだけで強そう。いやー、ちょっとね嫌なんですよね。マジアチャか。そのヤナメ美味しい。うっ、ちょっと苦しい。でもまあこれ右サイドの方が良かったか。バルキリー一発ごめんなさい。ちょっと嫌だね。嫌だけどお前らならみたいな。この間、いや、マジであるマジである。いやー、スケルトンめっちゃ頑張ってないですけど今。インフェも頑張って、これゴースト咲いたんで攻めます。ファイスまで行こうぜ。うざいっしょ。いやー、いいヒースピ回収。いやだ、マジックアーチャーマジ最強なんで犬来たそう。それよしよしよし、攻めてあげて、延命してこれ。攻めウッドもして、いやー、マジアチャ強すぎ。どう考えてもどう考えても壊れ。主役はスケルトンなんで、ドリル飛ばしてよくて。いや、え、インフィやばっ、バグモンすぎるやろそれ。さあ、バーバリアンちょっと強いけど、まあ、インフェですね。マジアチャー犬気があるんで、それだけを考えてもう攻めちゃおう。でヤバいくんだね俺。いやー、トルネード、よし。いや、よく耐えた、よく耐えた。さあ、スケルトン一回ね、ババをこうわちゃ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 くれて、ちょっとだけね、あの陸受け頑張ってくれましたね。まあ、マジで頑張って褒めてんな俺頑張って褒めてんな、スケルトン。おい、なんか心の底からの感動が欲しいよ俺は。お前によ、
さ、ゴリラくん。いやー、すげえなー。まあ、タワーに届かないからね、基本。マジで、その、防衛用カードって思っとけば、何も問題はないんですよね。さあ、マジアチオールブレイカーか。だったら嫌だけど、違うことに乗りながら行こう。あー、ロッコだ。まあまあ、まだロケコなら。まあ、攻めとるんだよね。お？お？いやー、マジアチャ。マジアチャ強いね。まあ、近畿は怖いんでやめとこう。事故りそう。さあ、バイスピで削って、ディガーオールブレイカーロケコね。ユーの、いや、めっちゃメガナイトオールブレイカー。いやー、いいね、まあ。マジックアーチャーは強いよね。てか、まあ、ロケ砲の限界突破ちょっと怖いね、でも。おー。なるほど。まあ、行くよね、でも。メガネット回んのかな、もう。いやー、もう、そんなん関係ねえ。まあ、延命した方が良かったんですけど。インドラ入りか。いや、なんかちょっとレアっすね。メガナイトオールブレイカー、インドゴブ？ユーノ？ロケコ？まあまあまあ、いやでもマジで取れなげんやんって。まあ、スケは、また防衛用ね、ほんとに。でもネクスト、限界突破、あいつ来そうなんで、あいつやべえな。どうしよう。マジ暇すぎる。え？マジスケルトンさ、弱すぎ？嘘やん。ちょっと待って。びっくりするぐらいさっきから何もしないんだけど。そんなもんなん。うーい。いやー、いいのだね。いやー、強すぎる。まあ、キングけどしちゃえばよかったな。あー、それやばい。いやー、まあ、ロケコあれは許容できそう。オッケー。ちょっとね、下方受けてるからね、前ほどの脅威圧を感じられない。ロケット押し、ただの可愛いキノコ。いやー、ゴブリン優秀だね。まあ、金儀できたんで、まあ、こっからは俺のターンかな。金儀度偉大ですからね。え、これうざくね。いやー、いいオールブレイカー釣り。いやー、ちょっとね、相手の受けがうまいね。まあ、そんなの関係ないんですよね、マジックアーチャー。しかも相手さ、今回ザップだから。え、これさ、めっちゃいいスケルトンになってる？どうなんや、あれ。いやー、まあでも頑張ってるよね。さあ、ウッドもして、いやー、マジアチャ強え。マジ、マジアチャがメインになってる、普通に。いやー、ロケット押しそっち行ったのでかいね。よし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 、はい、スケルトン、スケルトンどうだった？
反省会しなきゃこいつの。まあ今回もまた 0.5 秒くらいね、湯飲みがないと時間稼いでましたよ。まあそれがね、なんだかんだ重要になってくることもあるかもしれませんよね。あるかもね。いちこすなんでね、はい、いちこすなんで、こいつは陰で活躍していくんです。サッカーボールくんね、はい、さあ行きたいね。いやもうせっかくならスケレターを落としたいんですけどね、もう落とすって感じたらもうフリーズとかもうそういうの入れないといけないんで普通に無理。クロスはやだな。おクロスじゃなさそう。何これ、ファイバー持ってて打たないとかある。いやー持ってんかい。わってかクロスや、本当に最悪だ。わクロスこれ読まなきゃいけないやん。はい失敗。こうなると大ピンチです。いやこれでクロスじゃないわ、さすがにないよね。あーそれ強いよな。これナイトだったら嬉しかったな俺。ワイプ回んないよな。よしよしよし、いいマジクアチャー耐えました。いやーこれはどうやって勝とうかな。まあ、当たり前に100ザラでスケルトン増殖は意味をなしません。はい、意味をなさないんですけど、相手の限界突破ナイトにはちょっと強そうじゃない。そんなこともないか。おおー、なんか強気だね。インフィでよかったなこれ。いや硬っ、ちょっと待って、やばい、めっちゃ硬いあいつ。これやばいね普通に。これ出したのも良くない。アドがやばい、5アドぐらい取られてる。ちょ待って、ナイトめっちゃ硬い。スケルトンも限界突破したらさ、盾持とうや、盾盾。いやわかるけどそのタイミングなんもないよね。うっ、これめっちゃ苦しい。さっきから本気で本気で死にそうです。いやー耐えてます、めっちゃ頑張って耐えてます。よしからのこれ言いに来ます。こいつで下げて、下がらんかい。よしよし、いやこの数発ね、いやーマジこの数発ね。はい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 、追いついてきたよ。で限界トップ来たけどマジいらん。え、なんでその状況で攻めてくる、やばすぎるけどきつい。いやマジで普通にやばいやばい、俺の方が後取ってんのに攻められて負ける、そんなことある。覚えてる、でかいこれ。このサイクル熱いです、あるぞ。スケルトンは生贄。いやあちゃーすけね、いやうまいね。でもウッドさっき高めに裂いたよね、熱いね。いやーわかりますよさすがにね。でかい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 、やばい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 、これ裏にはダメージいくよね。え、あやばい、ええ嘘やん、え嘘やん、ナイト、お前ナイト、え、硬すぎるやろ。え、待って、ナイトアーチャーいて、スケ4体いてさ、ウッドも転がしてちょっとノックバックしとんのに増殖せんの。おい、おい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 、スケルトン、スケルトンへの信頼今完全になくなりました。こいつに託してダメだ、びっくりしたわ。ナイトナイトが強えん、スケルトンが弱えん、どっちこれ。さあラバルはインフェあるしマジックアーチあるしイージーみたいなとこありそうじゃないですかい。
よし、今の納得いかねえなー、あんなに耐えたのにさ。あ、てかスケルトン4体じゃねえ、3体しかいねえんだ。あれ限界突破したら4体いる、いや、いないか、3体か。あー、だからぴったりいかれたのか。普通にマジか、スケルトン3体か4体いると思ってた。なんか昔4体だったんだよな。いやー、マジ剥がしてもいいけど、剥がさなくてもいいな。焦がそうぜ、焦げ焦げ。さよなら、空飛ぶカエル、さよならして。まあまあ、これはハイスピだけでもいいし、何でもいい。ピョンからの、まあ、ババスケドラ。え、あれは単純金が起動だけでいい気がしてます、正直。スケルトン気にもったいないな。単純近畿で行こうや。よしよしよし。いや、これ美味しいぞ。いや、ファイボなんね。よいしょ。さあ、普通に近畿して、まあ、こっから守りやすくなる。で、ネクストが、ババです。限界突破ババ、ぶち倒そうぜ、スケで。よいしょ。どうだ、来いよ、ババ。あー、まあ、ちょっとビビってね。だからもう一枚いるもんね。よしよしよし。スケルトンの圧つけなかったら多分矢だけで、なんちゅう、ババだけでみたいな感じ。あー、それやばいな。ゴブリン、絶対スケルトンよりゴブリンやん。気づいた、インフィ起きて。さあ、ファイブ打つ。これ急いで回せば即あれです、マジェチもあります。削りたいんで。いやー、強すぎるねこれ。ピヨイーンって、いやー、めっちゃ優秀やんけ、めっちゃ優秀やん。スケルトン以外のやつは全員ほんまに止めやん。え、やばいな。なんか強化されたんですよ、はい、それだけ言ってきますね。その趣味でスケルトンを使ってるものとかじゃないです、別に。許可されたから、おー、もしかしたら強えんじゃねえかなっていう期待を込めて使ってますけど、今。はい、鬼弱です。まあ、限界突破で圧倒的最下位ですね。圧倒的だな。これより弱いのはいねえな、普通に弱いもんゴブリンでいい。さあ、ナイトユーノか。いや、ちょっとレアな構成ですが、まあ適当に攻めるか。おお、マイクね、30死。あー、3死やだな、まあ、インフェでマスク2体受けて逆サイバーハイスピぐらいが理想だったんですけどね。あーはー、ごめんなさい、ファイスピーなんか飛ばす。いや、珍しいぞこれ。言うのナイト、言うナイト三重士か。あの、ちょっと強そうだな。え、ナイト三重士さ、ちょっと強そうじゃね。いいな、そのデッキ。もしかして俺のこんな変なチョコね、限界突破スケなんかより100ゼロ限界突破ナイトの方がいいっていう。いやー、これね、しっぺー。いやー、でか、これぶっ刺さるぞ、一生一生ぶっ刺さってほしいな。いやー、マジ一生ぶっ刺さるぞこの角度で。頑張って横にギャングとかですよね。いいねー。さあ、スケルトン溜まりました。一応溜まったよ。30種の件にはちょっと強いのかもしれません。うん、1回ね、ケツから来んのよね。うわ、これやだね。
あ、待って、普通にミスってる。やばいやばい、ガチミスってる。いやでも見て、このスケルトン頑張れる頑張れる。え、は、嘘やん、嘘だって言ってくれ今の。お前はほんまにやる気がないのか。えぐいえぐいえぐい、ちょっと今のさやばくない？絶対イスケで頑張れるやん、守れるやん。いやちょっと負けそうになってきたやん、スケルトン。さあ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 、ちょっといやね。ちょっと過剰だったか。あーめっちゃいいのすぎるそれ。いやでもいい、いやーいいよ、あるねーあるねー。俺と最多あさってきてるね。てか枯渇三種のナイティーの方やん。三重種やだねー、バイスピリッちょっかい出しちゃう。飛べ、あっつ、それ多分こういうのでいい。嘘だろ嘘。え、ちょっと待って、やばいやばい、ナイト強いかもしれない。はい、というわけで限界突破、どう考えても最弱なんですけども、まあたまに活躍すんのかな、ミリね。まあミリですけど、はい、ちょっと興味ある方はぜひスケルトンも限界突破してみてください。ではお疲れ様でした。まだね。